YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。フレックスアイエス南大阪店営業光武です。今回ご紹介していきますお車、こちらになります。はい、新車ワゴン GL ガソリン肉、そして内装仮装がフレックスオリジナル内装仮装のアレンジ AS、 こちらの車の方をご紹介していきます。はい、ではまずトヨタのメーカーオプションからご説明していきます。まずこちらトヨタセーフティセンスとパノラミックビューモニターのカメラ、そして LED ヘッドライトで前4点インテリジェントクリアランスソナー、そして LED フォグランプ、こちらすべて装備しております。はい、でフレックスカスタム内容なんですけれども、まずガッツミラー、ボディと同色でパールホワイトで塗装しております。で下見ていただくと、こちらがフレックスオリジナルのデルフィーノラインのフロントスポイラー、こちら取り付けしております。はい、でこちらの車車高を2インチ下げております。なので通常よりも5センチぐらい車高が低くなっております。なので運転席助手席乗り降りがしやすくなっております。でこちらがフレックスオリジナルのデルフィノラインオーバーフェンダーと、足元はグッドイヤーナスカータイヤとフレックスオリジナルカラーのバルベロディープス17インチセットで入っております。はい、でリアのメーカーオプションなんですけれど、まずこちらですね、デジタルインナーミラーのカメラ、そして後ろも4点クリアランスソナーついております。はい、でこちらにバックカメラもついております。でイージークローザーリアゲートついてます。はい、でこちらの車片側電動パワーストライドドアで、反対側に小窓がついているお車となっております。ではアレンジエースの内装どうぞ。はい、真ん中に大きくズドーンとレボシートが乗っております。こちらのレボシート、もちろんこのまま座っていただくことも可能なんですけれども、停車中とかは対面乗車にしたりフルフラットにしたり、とても便利なシートとなっております。で1列目の2脚と4列目フレックスオリジナルのシートカバー取り付けしております。はい、で後ろですね、カロッツリアのフリップダウンモニターついております。はい、で前もカロッツリアの7インチの SD ナビついております。でバックに入れると、こちらがバックモニターの映像ですね。でボタン一つでパナラミックビューモニターとの2つの映像を切り替えることもできます。でこちらがデジタルインナーミラーの映像ですね。でここの押していただくと、簡単に普通のミラーと切り替えることもできます。で前ハンドルシフトノブ、そして前のインテリアパネルですね、をツヤありの黒木目で3点コンビセットで取り付けしております。で助手席エアバッグと、こちらに 100V コンセントもあります。はい、いかがでしたでしょうか。ガソリン肉のアレンジ S、 当店入庫してきましたので、気になった方はぜひお早めに当店の方までご来場、お問い合わせの方お待ちしております。では今回はこちらで以上とさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。